コレーダヒロカズ監督、万引き家族、怪物が、ネットフリックスの新作シリーズ、アシュラのごとくで監督、脚色を務めることが分かった。コレーダヒロカズ監督が、アシュラのごとくをリメイク、ネットフリックスで1月9日より独占配信へ。2025年1月9日より独占配信される同作は、 70年代後半に放送された向田邦子氏による名作ホームドラマの現代版リメイク作品。キャストには宮沢理江、小野町子、青井優、そして広瀬鈴が名を連ねている。制作決定に際し、ネットフリックスは声明で、向田氏とその影響力に敬意を表し、こ枝監督が足裏のごとくにユニークな洞察を継ぎ込みますとコメント。 コレエ監督も、会話で交わされる表面上の毒と、その背後に隠された愛、その両方があるから向田邦子のドラマは豊かなんです。今回、四姉妹を演じた四人はみんなそれができる人たちだったので、撮っていて面白かったですと作品への思いを述べた。オリジナルと同様に、ネットフリックスシリーズ版の舞台は1979年。長女、綱子、 宮沢、次女、薪子、小野、三女、滝子、葵、そして四女、咲子、広瀬、の四姉妹の生活は、年老いた父の愛人問題をきっかけに大きく揺らぐ、あしら、のような目まぐるしい感情に振り回され、時に衝突しながらも、姉妹たちは成長していくことになる。オリジナル版にも携わった八木康夫氏は、 新作シリーズの企画プロデュースを担当し、向田邦子さんの没後40年を前に、改めてシナリオ集や出版されているものを全て拝読し、向田作品はアシュラのごとくに尽きると思いましたと語り、この絵さんのお力で、これこそがドラマだと言って差し支えない作品ができたかなと思いますと自信を覗かせた。これ枝監督は映画、 万引き家族でカンヌ映画祭パルムドールを受賞。2023年には人気漫画を映像化したネットフリックスシリーズ、舞妓さんちのまかないさんを手掛けた。